叫びが聞こえる中オフェンスに入ります。そしてここもうまくつないだんですが、こちらも後半の26分、残り時間は4分です。このシュートはキーパーセーブ、リバウンドボールはまだある、もう一度連続セーブ、1番の川島豪です。藤井と東本2人で回してるような感じですが、あー止めた、川島ナイスキープ。トヨタ自動車東日本2連続で点を決めて同点に追いつきました。ピボットにパスが回る、ゴールキーパー止めました。岡本大輔、さすが日本代表ゴールキーパー、こちらもよく止めました。大きく高く張って、そしてここもディフェンス2枚目高く張っている。そして玉川キーパーナイス、ゴールキーパー1番の川島豪、あ全く取れておりませんが、ハイエンジャー、ハイエンジャー抜け出した、あどうだどうだどうだ、これは入ってない、入ってません、入ってません、また止める。そしてボールは石川、石川から、あーまたこちらの川島のみ、ベイガーダムに、そして44松田大河、そして橋本は通る、キーパーナイス、脇のあたりだということでファール、ペナルティなどはつきません。ピボットに当たる、ここも止めます。